ソーリズベリー大聖堂の外観ソールズベリー大聖堂は、イギリス、ソールズベリーにある大聖堂。イングランド国教会のカンタベリー大聖堂管区、ソールズベリー教区の主教座聖堂である。大聖堂は1220年に建造を開始し、1258年に大聖堂の振動や抑廊、聖火堆積などの主体部分が完成した。チャプターハウスと回廊は、 1263年から1284年の間に工事が行われた。1265年に大聖堂の西ファサードができ、1330年に戦闘が完成した。全長123メートルの戦闘は後で建てられ、これはイギリスで最長の戦闘である。ソールズベリー大聖堂は短期間で完成したために全体の様式が統一された。 大聖堂は当初の計画通りに建造されたイギリスでは数少ない大聖堂であり、しかも長い歴史の中で改築による変化も少なかった。パーベック大理石を多く用いることによって色彩の効果を大いに高めている。中世イングランドの大規模なゴシック建築である。低い最高塔に代わり、1330年頃完成された高サブオーを除いて、 一貫して建てられた。様式は初期イギリス式アーリー・イングリッシュでよくまとめられている傑作である。1220年から65年の45年という短い後期で新しい敷地に新築されたものであり、当時のイギリス人の大聖堂に対する構想を自由に表現したものであるとされている。大聖堂のような石造りの建物には常に補修が必要である。 18世紀、19世紀から20世紀に大聖堂が緊急の修復が必要になった。19世紀の改修工事を行ったのはジョージ・ギルバート・スコットであった。スコットは天井に中世風の絵画を描いたりして内装を変えたほか、大戦闘を鉄の筋回で補強するなどして構造面にも手を入れた。大聖堂の図書館にはマグナカルタの現存する四つの写本のうち、 最良ののの状態のものが保管されている大聖堂の時計は1386年から現在まで稼働しており、世界で最も古い現役の時計として知られている。オリジナルの部品も多く残っている。内陣はこの上なく長大であり、大小二つの突出した交差した廊下を持つ。これはクルニ第三境会堂のようである。内陣の東壁とその後ろに続いている低い。 屋内人の頭壁も窓のある垂直の壁面に終わり壁からだはて直行しているしかし硬い印象を与えないという特徴がある塔端部の外観は水平に広がっている建物の上に大きな塔が立ち上がっており変化に富んでいて全体的に垂直方向の軸があるまた側廊の外側に小さな小塔を配置してあるため西側の正面は 後ろの建物との結びつきが弱いため、少しまとまりがなく、広がった印象を与える。この建築物には、中央戸口は一つなのに対して、大小の破風をいただく三連のアーケードのポーチを設けた点や、三連窓のある中央部分以外の壁面を、道内の壁面構成とは、無関係に四層とした点などの非論理的な傾向も見られる。 ここの三角形のーフにキリスト、それより、下の4層のアーケードの中に、天使から高位聖職者に至る彫像を改装に応じて配置した壁面構成には、雄大ではないが、フランスの霊与南ゴシックのような構造の、論理的表現にとらわれていない。これには、イギリスの建築家の自由な考え方がよく伺える。外人の幅は23メートル。 新動の天井高さは25メートルである。東端部の屋内陣は三両投稿のボールトをかけた広間であるが、そのボールトを支えるピアはとても細いパーベック大理石の円柱を組み合わせたものである。このような軽やかしさは、他の建築では似た例がない特徴的なものである。小国社館、西洋建築史図集算定版日本建築学会編。 1983年4月 P160 ありがとうございます。